ただいまは、上海港に停泊中です。今朝7時にですね、北京時間の7時に、上海港に入港しまして、ただいまの時刻が、北京時間で間もなく7時になろうとしています。間もなく出港時間です。 Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We will now sound the ship's general emergency alarm, consisting of 7 short and 1 long blast.ただいま避難訓練が行われています。You have just heard the general emergency alarm. Please proceed to your assembly station now. When you are at your assembly station, please line up facing seaside and follow the instructions given by the crew at the assembly station.3点7点と頂点、1音の、アラームは、緊急避難ですね。です。超音一発が、対戦アラームですね。これは乗船地で1回のみ、義務付けられていまして、私は横浜から乗船しましたので、横浜の出発前に、避難訓練というものをやりました。特に横浜の場合では何をすることはなかったんですけども、指定された、対戦集合場所っていうのがありまして、そこのデッキに集まって説明を聞くというものでした。特に、ライフジャケットを持って、行く必要はないということでしたけども、今見てましたら上海からの乗船は、人数が多いですので、かどうか分かりませんけども、全員ライフジャケットを持って集合してました。ただちょっと秩序がね、やっぱり中国人ということなのか分かりませんけども、避難時にはエレベーター使っちゃダメなんですけども、各、階のエレベーターホールにはちゃんと係員がいて、エレベーターを使わないように、立ってはいるんですけども、なぜかエレベーターにライフジャケットを着込んだ人たちが、大勢乗り込んでいたという、ね、なんかそういうことも中国らしいなという感じがいたしました。さて、上海で下船するときには、パスポートを一旦返されます。それとコピーですね、パスポートのコピーを返されまして、普通に空港で入国するときのように入国審査場で、入国審査を受けます。そしてパスポートとパスポートのコピーに、入国印を押してもらいまして、パスポートはその場で船舶職員に返却します、預けます。そしてパスポートのコピーだけを持って、それとアクセスカードですね、部屋のアクセスカードを持って、入国ということになります。で、私は今回船会社主催のオプショナルツアーに参加したんですが、3コースありまして、そのうちの2番目でしたかね、上海タワーに登って、もう一箇所観光地を巡るっていう3時間ん、5時間ぐらいのツアーですねに参加したんですが、上海タワー非常にすごかったですね。119回ですかね、回数にして119回まで、登れます。高いところが好きな方はいいんじゃないでしょうか。高所恐怖症の方はどうですかね、まあ、そこまでもないと思いますけどね。はい、Ladies and gentlemen, your assembly station personnel will now demonstrate how to put on a life jacket. 避難訓練は終わりのようですね。ということで、ツアーです。Open the buckle.
あ、今ライフジャケットの取り扱いの説明ですねをやってます。人数が多いですから、このような船内放送で一斉にやってますが、横浜ではそんなことはありませんでした。 Put the life jacket over your head.